東アジアセンターとライン側、ドイツルートビヒスハーフェン市にあるルートビヒスハーフェン経済大学東アジアセンターでは、日本、韓国及び中国の経済学を勉強することができる。中国学のジークフリード・エングラート教授により、東アジアマーケティング学科中国コースが開設されたのは1989年のことである。さらに、1992年に日本史を専門とする、 米国人、ピーター・ウェッツラー教授を迎え、日本コースが増設された。東アジアセンター学生東アジアセンターでは、今までは別々に専攻しなければならなかった、経営学と日本学という二つの学科を一つの専門コースとして組み合わせ、同時に学ぶことができるようになった。これはドイツでは、初めての試みで、約180人の学生は、卒業時に日本、または、 中国事情に詳しい経営学士の資格を得ることができる。そのため、最低1年間の日本、または中国での滞在を義務付けられている。また授業は少人数のグループで行われるため、学生と教師間との交流も密接で、学生は集中的な指導を受けることができる。一般に大学では学生や講師は混雑した教室や壊れたコピー機、 質的にも疑問のある図書館、古くなったコンピュータなどと奮闘しなければならないが、マンハイム大学から直線距離で500メートルばかりのライン川対岸には、まるでアメリカのプライベートカレッジのような大学がある。ルードビフィヒスハーフェン経済大学東アジアセンターが、それで、ここでは18人の講師人と約250人の学生が、 中国日本関係の図書が充実した図書室一つ取ってみても、危機として学問に励んでいる。東アジアセンターの教員は研究と教育に従事する以外にも、企業や官長などの相談を受け、コンサルタントとしても活躍している。マンハイムのルイーゼンパークにある中国左官が建てられた時も参加協力した。ラインランド、プファルツ州と、 中国福建省や日本岩手県とのドイツ東、アジア間交流にも率先して力を尽くしている。東アジアセンターのロゴは5つのボタンの花をあしらったものである。ボタンは中国や日本で古くから干賞用、薬用に愛されてきた花で4.5月頃に紅ない白、紫、泡紅などの花を開く。東アジアセンター内には ノイスタット市出身のエミール・ヘルフリッシュ・エミール・ヘルフェリヒが東南アジアで収集した品々ナナを収める展示室がある。ヘルフェリヒは1899年から1927年にかけて当時のオランダ領インドで貿易商として活躍し、その間珍しい中国や日本のものなどを収集し、ドイツへ持ち帰った。その後1927年から72年までは、 ハンブルク市にてハポックの監査役と同時に、東アジア協会の会長、また、政府の数密顧問官を務めていた。92歳になったヘルフェリヒは、故郷プファルツ地方に戻り、残りの人生をワイン街道沿いのノイシュタット市で過ごした。子供がなかったヘルフェリヒは、遺産管理を故郷の町に委ね、市は遺品を1997年に東アジアセンターに、 長期対応することを決定し、センター内に展示室が設けられた。ありがとうございます。